はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は J2 マッチレビューですね京都対北九州長崎対町田ゼルビアのゲームマッチレビューやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでまあちょっと2試合ともですね結果としては非常に残念な結果。 に終わったわけでございますんでまあちょっといつもはね、えー、ポジティブにっていうことを考えているんですけどもちょっとあえてまぁ、うん、厳しいことを言うのがわかりませんけども内容としてはちょっと、えー、ピリッとくるような内容になるかもしれませんけど、えー、そこはご了承くださいということでまずこちらで、えー、北九州京都から行きましょうかねスタメンはご覧の通りと、えー、なっておりますねまぁ、あえー、ギラバンツはゴールキーパーやっぱりちょっと志村選手がこの試合スタメンということになりました吉丸選手がまぁ、あ ちょっと前節不傷があったということで、まあ、試合後歩いていたんで大丈夫かなと思ったんですけどこの試合はまあースタメンは志村選手ということになりましたんで京都はまあ4 3 3ですねこの破壊力のある4 3 3で挑んできたわけでございますけどもさあ結果はご覧の通りですね6対1ということでございましてなかなか厳しい現実を 突きつけられたなという感じがします。まあ、歌か歌か、飯田歌か、バイスバイスということでございましてですね。もうこれ、飯田もカタカナで飯田って書いちゃうかなっていうぐらいの感じなんですけれども、まあ、えー、北九州もまあ、一点は取れていたんですけれどもね。まあ、そういうことで、マッチレビューやっていきますけれども、まあ、問われる修正能力ということで、まあ、最初の失点ですね、前半の前半の一失点目からですね、約11分間ですね。で、まあ、三失点しているという。 でまあちょっとね、うん、11分で3失点はちょっと。<laughs> 厳しいさすがに前半のまだ早い段階だったとはいえっていう感じが正直するあれは結構やっぱり応、うん、える選手からしたらメンタル的にまあ来るんですよねだからそこで結構まあガツンとやられてしまったんで、まあえー、前半1点は返すんですけどもしかしまあ後半も失点を重ねてしまうということで、まあ、5点目6点目も3分間の失点ということでやっぱりこう問われるクロスに対してどう対応するかとか、まあ、あの長距離 監督のサッカーってやっぱりいろんなとこからいろんな選手が飛び出してくるんですよね、あの飯田選手のボールシーンも正直象徴的なシーンなんですけども、ウィングバックの選手があんだけなんかインナーラップしてくるんで、やっぱそうなると捕まえづらい、マークは誰がつくのかっていうちょっと混乱が生じるっていうのも、えー、正直ありました、そこをどうじゃあ修正するのかできなかったのが正直痛かったなって感じがします、やっぱりうーんどう捕まえるかっていうのと、まあ、クロスに対してどうなるか、やっぱりボールウォッチャーになりがちである。まああの 1>, 1点目、先制点食らった時の宇の詩選手のねあのシーンもなんですけど、詩、まあ、選手の前にいた北九州の選手がちょっと、えー、一歩前、一歩二歩ぐらい前にちょっと寄ってしまったんで、あの後ろに詩がいるってことが分かっていれば、少し寄せることはなかったんですよね、正直で、うん、そこの把握ができていなかった、この本当に一歩二歩の重心移動っていうのが、詩、まあ、を楽にプレーさせてしまったのかなって感じがしています、あ。それは本当ポジション把握ののとここでございましてこの試合 ったシーン失点に繋がらなかったシーン全部込み込みでは、えー、あるんですけどもそこがやっぱりボールウォッチャーになりがちっていうのとマークの受け渡しがちょっと問題かなって感じがしてきましたんでまあしかしそれでもリスクは追わないと変わってないということでございましてまあ京都からじゃあ北九州が学んだこと何かあるか何があるかっていうとやっぱりまあリスクのかけ方リスクマネジメントかなとやっぱりまあこれ当たり前のことであるんですけどリスクはかけないと、えー、点は取れないよねっていうことで、まあえー、まあバイスのまあバイスが結構この試合本当得 に絡んでいると、まあ、2点決めているんですけどもこの先制点の時も、えー、バイスが起点になってというかそこから始まった、うん、攻撃でございますし、まあ、ディフェンダーの選手がやっぱりあんだけ高い位置をとってまあ組み立てに参加するビルドアップに参加するっちゅうのも一つリスクを、えー、かけているというのとあと飯田選手もそうですよねウイングバックの選手があんだけインナーラップすると変な奪われ方してしまて、ね、特に北九州のように、まあ、ショートカウンターがうまいかけるのがうまいチームであればやっぱりあんだけねウイングバックの選手がインナーラップしてくると後ろがちょっと空いてしまっている。そこで 取り切ればだから良、うん、かったんですけどもしかし、そのまあリスクをまあ恐れず、まあ、北九州のショートカウンターを恐れずしっかりまあ攻めていたというのがやっぱ北九州と違うところかでえ思いますけどもね。で やっぱりそのリスクマネジメントの方法かなって北九州の場合はちょっと、ね、去年のようにこうラインが上がりきれていないちょっと、ね、こうツートップは結構、ガン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 プレスかけるんですけれどもその後ろがなかなか、えー、ついてこな、ね、いそれでまあショートカウンターができなかったりとかちょっと、まあ、それもやっぱり、ね、前半3失点してしまった影響というかなかなか前から はめづらくなるあんだけやっぱりね剥がされてしまうと前半から、えー、プレスをかけづらくなるということでそこもやっぱり、うん、前半の3失点はそういう意味でも痛かったなって感じがしますね。えー、っと僕は動画、あのー、最初のプレビュー動画か、この、えー、強度とのプレビュー動画で3点取られてもいいから複数得点を狙っていけっていう話をしたと思うんですけれどもあまさか6点その倍取られるとはで複数得点取れなかったっていうのは高いレッスン量だったのかなて個人的には思っております。これでで結構ですねまあ下の との差が詰ままっってしまったと言いますか多分ね、結構ね、この何、えー、J2 の広角ラインですよね、広角ラインと上の方がぐっと今回でこれ、えー、詰まったんですよね、だからちょっとなかなかにまずい状況かなていう感じがしてきましたけれどもね、まあ、北九州も結構ここまで上位陣との試合が何試合か多かったので、まあ、ここからねうん追い上げる可能性もあると思うんですけれども、ちょっとそろそろ、えー、勝ち点3が欲しいなという感じかと思いますね。はいでで、えー、次長崎とゼ、えー、ルビアですけどスタメンは ご覧の通りとということで長崎はやっぱりスタメン変えてきませんでした。まあえー、チームの調子がいいとき連勝中でございましたので、まあ、そこでスタメンを入れ替える必要はないよねというのが、まあ、うんそれはまあ鉄板というか、まあ、やり方の一つで全然問題はなかったと思うんですけども、結果はご覧の通り0対3ということでございまして。まあ うん、ちょっといかんなっていう、えー、負け方かなで長崎に関しまして思いましたね。まあ、吉岡選手が、えー、通得点ということでね長谷川アリアジャスリーも決められますということでこの試合の、えー、マッチレビューになるんですけども長崎と町田の違いは何だ,だ,何だったんかいということで考えるとやっぱり、うん狙いがしっかり町田の方ができていたなと、まあ、整備されていたなという感じがしますあの長崎、まあ、このあと最後、えー、話はするんですけども、まあ、よくわからないっていうのはよくわからないって言ったらダメなんだろう けどもあのワントップツーシャドウの関係性がよく分からないなという感じがしてあのエジカルジュニアは点を取る人というのは、まあ、もちろんこれは誰でも、うん、分かることだと思うんですよねで大,竹選手大竹選手も足元でボールを受けてそこから、まあえー、クロスを入れたりとか、まあうん、そこですよね、まあ、ラストパスを入れたりとか、えー、ゴールの起点になるような選手が大竹選手じゃ澤田の役割って何だったのかなって考えると、まあ、もちろん運動量があってスピードがあってドリブルがあって、まあいろいろえー、ボール運べるよねというのはあるんです ですけどもただここ数試合のまあ車道に入った 沢田選手の動きを見ているとどういうプレーをこの監督がですけども指示を与えているのかはちょっとわからないというかエジカルジュニオが、まあえー、スペース空けてくれてこの試合結構エジカルジュニオ選手左右に、えー、流れてフリースペースランニングしてボールを触る機会でいうとエジカルジュニオ多分、えー、ここ数試合で一番多かったんじゃないかな特に前半は、えー、思うんですけどもこのエジカルジュニオが開いた後に澤田選手もまあちょっと外に開いているというか本当はエジジカルジュニオがうーん外に 開いただ、まあ、大竹選手、澤田選手が中にぐっと絞るとか、そういうのがいいと思うんですけど、どっちかっていうところ、エジカルジュニアがボール受けた後澤田選手が中に行くのか、それとも、えー、そのエジカル12のパスをリターンで受けるのかちょっと、そこの整備が分か,分からなかった、正直、狙いが分からなかったなっていうのが個人的にあります。まあ、これは多分、見る人が見れば、ちゃんと見る人が見れば、ですねこういう狙いがあるんだよっていうのが、ね、分かると思うんですけども、ちょっとなかなか澤田選手の良さができていないと。 っていうのが正直あって、まあ、全員足元で受けたがるというか、まあ、大竹とエジカルジュニアが足元で受けたがるのは、えー、分かります。エジカルジュニアもラインブレイクっていうよりもまあえー、自分でボールを受けて強引にシュート行くとか、まあ、群馬戦もそうですけども、ああいう使い方でいいと思います。で、大竹選手も最初言いましたけども、やっぱり、えー、まあゴールに直結するようなパスを出すのが大竹選手の良さでございますので、足元で受けて、さあどうかっていうのは分かるんですけども、澤田選手も同じ動きをしてしまっているということで、まあ、3人がね要は足元でボール 受けたがっってててしまっていて前線が渋滞している上にちょっとポジションの整理がうまくいっていない役割のどういう指示があったのか分かりませんけどもこれじゃあ,ちょっとまあラッキーゴールじゃないと厳しいよねっていうのがあった かなーって、まあ、もちろんこの通せざる選手が高い位置取ったときに、まあえー、距離感の、ね、いいパス、小気味の良い、えー、ショートパスをないでゴールに迫るシーンも前半はあったんであれは結構良かったと思うんですけどもちょっと特にワントップツーシャドウの狙いがちょっと伝わってこない、正直言うとです、ねでまあ、時間帯の悪い失点もありましたとまあ、前半9分ですかね9分10分ぐらいでまあ、失点してしまって。でまあうん、先制点 まあ浴びてしままったんでで、まあ、プラランはガラッと変わるわるけでございますね特に、まあえーまあ、サッカーって大体前半45分と90分間で、えー、プランって考えていくんですけどもやっぱり10分間ぐらいで前半失点し,、ま、してしまうと準備してきたものがなかなか、えー、出せなくなるそこからプランを変えないといけなくなるのでちょっとまあ 前掛かりになる可能性は前掛かりにいかないといけないのでわかるんですけど前掛かりに行ってもやっぱりなんか点の匂いがしないというかそこがわからなかったんでやっぱり町田のねんまあ町田との違いまあ最後話そうかもう一回ですねまあこれいいよまあということでまあ後半の失点の時間も悪かったなって感じがしてますねでまあ優先的になんとかしたいのはっていうのこれが一番なんだかんだ言いたかったことなんですけどもまあ選手のやっぱり役割の整理っていうのが特にワントップツーシャドウですけど何回言いますけれども必要なのかなって感じがします誰誰が誰のために 走るののかっっていうのがやっぱり必要かなーって感じがしますます、あ、要は長崎ってやっぱりエジカルジュニアがどうやって点を取るかっていうのがまあ一つ分かりやすい形ではあるんですけどもじゃあこのエジカルジュニアが楽にプレーをできるためにこのツーシャドウ、まあ、ワントップ2シャドウの今日でいうと大竹選手澤田選手がどう走るのかで相手のディフェンダーを引っ張ってスペースを空けるのかエジカルジュニアのためのスペースをどうやって空けるのかっていうのが本当は欲しかったんですけどもしかしさっきも言いました通り3人とも足元でボールを受けたがるので なかなかこう相手ディフェンダーを引っ張るということはできなかった。で、結局、だから町田がしっかり守れた、長崎が点を取れなかったっていうのは、結局、常に町田のディフェンダーの選手の視野の中でプレーをすることがねまあすることになってしまったんですよね。これが町田の選手、ディフェンダーの視界から消えたりとか、背後取ったりとか、そういうのがあればいいんですけれども、多分今日の町田のまあディフェンダーとか、他の選手、全部そうなんですけれども、常にね、長崎の選手、動きが少ないので、町田の選手からしたら、長崎の選手が 動かないのでまあ守る側からしたら常に自分の視野視覚の中に入れてプレーができたのでまあ、あんまりこうピンチらしいピンチもなかったというかまもちろん長崎もチャンスはあったんですけどそれでも守りやすかったのかなって感じがしておりますねだからこそもうこう逆算しての組み立てまあエジカル十二王がじゃあ得点を決めるには誰々が走ってこの選手が走ってでサイドバック相手のサイドバック吊り上げてとかまあそういう動きが必要だよねということはまあもちろん練習の中でやっていると思うんですけどそこがまだまだできていない。 かなって感じがしますで相手サイドの捕まえ方ということで逆に町田ゼルビアはサイドの選手がまあ結構フリーになったりとかまぁ、あ、2、えー、トップがフリーになってとかっていうのがありましたでそこはやっぱりうまかったなって感じがしますでじゃあ再度誰が見るのかっていうことでまぁ今 長崎はまあ3バックでやっていて、まあ、守るときはね4バックとかまあ後ろ5枚になったりとか微妙にずれがあるのであれ難しいんですけども、まあ、後ろはだいたいろってはいるんですけどもしかしこうサイドの選手がドリブルしてくるしかしそれを捕まえきれずにということでそこの捕まえ方どうするのかしっかりリトリートでまあこっちまでおびき寄せておいて奪うのかそれともまあハイプレスでもうどんどん奪いに行くのかそこがちょっと、まあ、ハイプレスにはいけるところは行っているんですけど捕まえきれていないという現状で ございいいままますすののののでやっっっっぱりこのサイドの捕まえ方ってててうのは、うん、一つ課題にななくるかなって思いますね、はいえー、ということで、ちょっと厳しい話しかしてない気がして、ちょっと申し訳ないんですけど、なんだかんだで次、ミッドウィークなんですよね。次、水曜日にも、えー、ゲームがあるということでございまして、まあ、ちょっと多分水曜日にゲームということでは、まあえー、日曜、月曜は主にリカバリーで、まあ、火曜日ぐらいからちょっと、まあ、本格的にということになると思います。まあ、月曜日ぐらいからやるとは思いますけど、ミッドウィークなんで、ね、と、えー、思うんで、 ですけども時間がとにかくありません、まあ、北九州も6失点でえ、長崎も点が取れずに3失点ということで分かりやすい修正点はあるんですけども、じゃあこの修正する時間があるのかというと、今回あまりないということではえ、3連戦初戦落としましたけども、今後さあどう修正してくるか、まあちょっと気にはなりますけれどもね。はい、えー、ということで、えー、以上、パルプンズェリーグサッカーチャンネルをつつんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら